氷見市の旧赤毛小学校。そこに家具やおもちゃなどを制作する工房兼ギャラリーがあります。木工作家碇生子さん。氷見市出身の碇さんは高校卒業後、家具作りが盛んな岐阜県高山市の学校で木工技術を学んだ後、高山の工房で6年間修行に励みました。そして2000年独立して工房を構えるためふるさと氷見へ戻りました。父親が表具の仕事をしていて、建具屋さんとかが持ってきた障子を見たりとか、山とかでゴム鉄砲とか作ってもらったりとか、ちょっと身近に木があって、こういう仕事をしたいなと思いました。海の近くで育った碇さんが山あいのこの場所を選んだのは、音を気にしなくていいことと、何よりのどかな雰囲気が木工を学んだ高山と重なったことが決め手でした。古い小学校の校舎で生み出す作品は素朴で温かみにあふれています。自宅と工房を行き来する間に目にする氷見の風景が、碇さんに自然や人に優しいものを制作させるそうです。建物自体からもすごいいろんな影響は受けてるなと思いますね。これは自分が作ったものですよって一目で見て分かるものとか、あとは使い捨てにされないもの、だからすぐ捨てたくなるようなものじゃないものを作っていきたいですね、はい。身近にある木の魅力に取りつかれ、その魅力を引き出す碇さん。20年以上通うこの場所で、これからも作品を作り続けます。